この度は日暮らしの泣く頃に睡暇つぶしをプレイしてくださり誠にありがとうございます。いやいや、なんだかんだと言いましても今回のシナリオは私の独壇場でしたからね。しかも渋いジャズ調なテーマ曲まで追加。これで笑えなきゃどこで笑えって言うんですかね。なははは。というわけでボイシはそろそろ出過ぎなのですよ。え、これどういう意味ですか、リカブカ。言葉通りの意味じゃい。あれだけ出番があってここまで出張ろうとは身の程をわきまえないに程がございましてよ。今回はメインヒロインはリカちゃん以外みんな出番ほとんどなかったからね。今回は箸休め的なシナリオだからとは聞いてたけど、ここまでメイン陣がないがしろにされるとは思わなかったよ。ミオンさんはまだいい方ではございませんの。多少は登場していましたよ。私とレナさんなんか気配も出てきませんでしょ。レナは今後外伝にも絡んできますですからまだマシなのですよ。ということはつまり何ですの。私だけが一人のけもので出番なしということなんでございますの。きっと次こそ出番がいっぱいあると思うな。思うな。元気出してこね。しかし今回のシナリオはおまけ的なシナリオとは聞いてたけど、実際どうよ。なんだか随分話がややこしくなったように思うんだけど。僕には難しくてよくわかんないお話だったのですよ。何しろ信じられなかったのが、連続開始事件が起こる前の年にもうリカちゃんがそれを知っていたなんて。ってことはつまり全ての事件は最初から予定されたシナリオってことになるんだよね。これはかなり大きい情報だよ。僕がきっと巫女なので親代様のお告げで未来が分かったに違いないのですよ。人間犯人説の私としてはそれは真っ先に否定したいところだな。
ナはたたり派なんで、ひなみざを見守るおやしろ様の生まれ変わりであるリカちゃんにそういう神通力もひょっとするとあったんじゃないかなって思うな。ああダメダメ、人間派はそういう得体の知れないファンタジーは一切認めないの。事件は全て人間の仕業、たたりも魔法もイカサマもズルも一切なし。僕は魔法とか使えたら素敵だと思いますのですよ。リカちゃんならなんとなくそういうのが使えてもいいかなって思うな。まあ人間派にとっては最後の最後で、とにかくこれはでかい情報だね。最初の事件からリカちゃんが殺され、大災害に至るまでが全てシナリオ、つまり丸々一つの事件だったってことが分かるだけで、推理材料は格段に増えるんだから。レナはこの予言こそ、つまりリカちゃんが神通力を使える証拠、つまりひなみざわ村には不思議な力が存在するんだってことの証拠になると思ってる。人間だけに起こせる事件じゃないことの証明になるんじゃないかな。僕は頭がこんがらがってわかんないです。そうだそうだ、それよりもさ、今回リカちゃんが見せたあの表情、なんだか怖かったな。みー、うん、レナも驚いたな。可愛らしいリカちゃんがあんな笑い方をするとは思わなかったよ。ね、ちょっとさ、もう一回あの顔をしてみせてよ。やなこったなのですよ。レナも劇中以外ではしてほしくないな。動きをしますと、バルカン一斉射撃から誘導ミサイル連射、そしてとどめにレーザーサーベルメタギリをお見舞いしましたよ。サトコ、これは何の真似？出番なし軍団、これよりお疲れ様会を占領させていただきましたよ。なんだか素敵な登場をありがとう。改めまして皆さん、こんにちは。いやー、まさかこんなところで出番があるとはな。思わぬ出番が嬉しいよ。さとこちゃん、ありがとう。なしの恨みってわけか。くそ、いつの間にこれだけのトラップを。
時点ですでに私のトラップにかかっていたということになるんではありませんの？そうか、わかった。あんたの後ろで糸を引いているやつがいるね。いるんでしょ？出てきなさい。ハロロ、マイシスター、ごきげんよう。主役張ったシナリオまであるのに、このローゼ系？あんたやってくれるじゃないの？回答編前の折り返しおまけシナリオとはいえ、お姉だけに出番を許すほど私も寛大じゃないってことです。まあ、そんなわけで、ちょっとさとこを焚きつけさせてもらいました。シオン、あんた何が望みなの？安全圏の確保とでも言いますか。昨今ですね、どういうわけかお姉がじりじりと票を伸ばしてるんですよね。間でも結構多いんだよ。恋路の悪いあんたのボロが出て、プレイヤー処刑はやっと私の魅力に気づいてきたってことだね。サトコもたたり殺しで高評価らしいし。レナやリカちゃんには根強い固定票があるし、あんたの人気もとっくに陰ってるってことだね。そういうわけで、不穏に票を伸ばすお姉やさとこをここいらで一つ叩き落としておこうと思いまして、こういう王子掛けを打たせてもらったというわけです。おちびちゃんは気づくのが遅いようで。そら！にゃにゃ、にゃさよなら、レギュラーの皆さん。こんにちは、イレギュラーの皆さん。あんたたちメインヒロインはこれでおしまいです。シオンちゃん、そこまでやらなくてもいいんじゃないかな。まあまあ、ジローさん、面白いからほっときましょうよ。私たち二人の出番がいっぱい増えるのよ。ジローさんは私と一緒？いや、そんなことはないよ。リュウグさん、シオンさんが事
回のシナリオからは教えて千恵先生のコーナーを作ってくれるっていうから、つい。さあ、てっと、誰から恥ずかしい処刑をしてあげましょうかね。王子掛けを手伝ってくれたお礼に、さとこからかな。それは許しませんよ。とう！監督！なんだか珍しく頼もしく見えますわ。さとこちゃんに対する狼藉は、私、入江恭介が許すわけにはいきません。私も脇役一派ではありますが、懐柔できると思わないことですよ。ありゃ。この後に収録予定の、実録、さとこメイド教育、着せ替え編の主役は、降板したいと？シオン様、この入り江一生どこまでもついてまいります。怪獣早さーて、これで全て私の支柱ですね。これからはお疲れ様会もシナリオも全て私の思うままに進めさせてもらいますね。あれ？一人足りない。シオン様、リュウグウさんがいません。いつの間に抜け出したのか。身動きしてはいけませんと言ったはずですよ。レナちゃん、悪いことは言わない。抵抗しない方が無難だよ。レナ、悪いけどこんなやり方おかしいと思います。それは何の真似？レアカシ編の台本？なるほど、登場回数を削られる前に確保しておこうという魂胆ね。無駄な抵抗。レナさん、無駄な抵抗はよして、おとなしくした方がいいと思います。私をあんまり怒らせると、あなただけでなくお姉たちの処遇も変わってくることになりますよ。台本を確保したくらいじゃ何もできないよ。レナ、ここは悔しいけど言う通りにした方が。大丈夫、安心して。この目明かし編の台本が加わったことで、レナたちはこの状況を逆転できるの。逆転？どんな秘策があるというんですの？レナさんは結構笑わせるのがうまいですね。なら試してみたらどうです？その逆転ってやつを試しに見せてください。しーちゃんは甘えてる。本編にいくら出番がなかったからって、こうしてお疲れ様会でこれだけの出番を得ているのに甘えてるよ。私がいつ甘えたって言うんです？しーちゃんは分かってない。たとえお疲れ様会だけといえども出演し、他のシナリオにもあれだけ登場しておいて、この狼藉、そんなしーちゃんは
許すことができない地獄の怨嗟が、ほら、聞こえてこない。そうか。わかりましたわ。そうか。ケイちゃんか。そうだよね。お疲れ様会はいつも出番なし。ケイちゃんを差し置いてお疲れ様会占領なんてケイちゃんが許すはずがない。なるほど。で、そのいまだに収録居残り中のケイちゃんがどうやってここへ現れると、まさかケイちゃんを私たちの誰かが追い抜いたわけでもあるまいに。あれは赤坂編の収録ワード数表。知恵先生、レナちゃんを取り押さえて。その声はケイちゃん？レナ、感謝するぜ。月にすら見放され真の闇が地上を覆いし時、漆黒の魔王前原啓二降臨。シオン、まるで自分が悲劇の主人公みたいな振る舞いだったが、俺から見れば実に滑稽千万。少しいい気になりすぎたみたいだな。お疲れ様会の旅に常に居残りになって異老の一杯にすらありつけなかった俺の怒りを、恨みを、悲しみを今こそ教えてくれるぜ。なんだかケイチ君、悪の化身みたいだな。化身じゃない、魔王と言ってもらいたいぜ。そして俺が抑圧された悪夢の中で手に入れた闇の力はまさに無限大で無量大数。俺の俺による、俺のために作り出したこの闇の世界では、俺に逆らうことは何人にもかなわぬのだ。イチ君、なんだか怖いな。怖い？怖い日暮らしの時間はもう終わりだぜ。ここからはポップでキュッて萌え萌えな日暮らしが始まるのだ。なんですって。前原様、ぜひ私もお供に。監督は分かってるじゃねえか。じゃあお医者な監督をしもべに迎えた第一弾として我が魔力を見せよう。何なのこれ。高野さんがミニスカナナスさんナス服に
しかもピンクとかのギャルゲー的な色じゃない。分かってる、ちゃんと清楚な純白だ。ナースさんの分際で本編で一度もナース服を着ないとは少子千万。さてと次の標的はと。でなあ、これじゃ全然形勢は逆転してないよ。新しいピンチを迎えちゃってるよ。はあ、こんな真っ暗じゃレナにもどうしようもないよ。さて次は誰にどんな衣装を着せようかね。制服、体操服、祝日の三段コンボでも決めとくか。前原様、最高っす。その後はバニーさんにコンパニオンに、いえいえ、レオタード姿もいいですね。いやいや、いっそみんなお色気全開にしちゃうってのはどうでしょう。もちろん靴下は残すのであります。それいい、わかってるじゃねえか。監督、やっとあんたと打ち解けられた気がするぜ。いえいえ前原さん、いえケイ、私のことはこれからはイリーと、ドクターイリーとお呼びよ。ケー、僕たちのことも忘れちゃ困るよ。トミーとクラウド、常にケイのそばにありますよ。トミー、クラウド、ついに揃ったぜ。四天王、ここに剣山だ。ついに K を筆頭に悪の四天王が揃い、暗黒を得てついに地上に降臨を果たした漆黒の魔王前原啓一。その魔力は絶大にして無比。この闇では誰にも立ち向かえない、屈するほかない。ああ、ヒロインたちはこの闇を抜け出せず、魔王たちの思うがままに恥ずかしい衣装を次々と強要され、永遠に等身大着せ替え人形の扱いをされてしまうのか。最高だぞ、もっとやれ。っていうか、スクミズはちゃんと旧タイプだろうな。旧A型だったら許さんぞ。ったく、のせいでこうなったんだから、あんたなんとかしなさいよ。大丈夫ですおね。暗闇の中で真の力を売るのはケイちゃんだけじゃないです。え？そんな都合のいい味方ここにいましたっけ？ハハハハハハ、チョコザイナー、その先シオン。ちなみに校長先生を期待してるなら残念だな。男子本会ここに極まれり。男たるもの最善を尽くすべしとお墨付きがちゃんとあるのだ。もちろん新登場の赤坂さんに頼ろうとしても無駄だぜ。昨日からお嬢さんを親類に預けて夫婦水入らずで温泉旅行だそうだからな。つまり
ってわけさ。甘いですね、ケイちゃん。そういうわけです、前原くん。真っ暗でよく見えませんけど、なんだか知恵先生の服装が変わってますわね。何ですの？あの両手にいっぱいの剣は、まさかそんな、それはいくらなんでも反則、それ以上は内緒なのですよ。ニパー。前原くん、少しお板が過ぎたようです。これ以上は教会も見逃せません。ちょっと待てよ。これはないだろ。映るだろ。作品違うじゃねえか。おい、こんなのなしだろ。そのでかいのは まずいって。改めまして、こんにちは。この度は日暮らしの泣く頃に水暇つぶしをお楽しみくださり誠にありがとうございました。もうすでにご存知と思いますが、日暮らしの泣く頃に水は選択肢に加えて4部構成としたことで、構成や展開がかなり変わったものとなっております。ですので選択肢によっては話の流れが前後したり、あるいはショーの順番が入れ替わってプレイなされる方もいらっしゃるかもしれません。その意味において原作のイメージを大切になされる皆さんにとっては違和感を抱かれることも重々承知しております。この謎に満ちた物語を様々な角度から捉え吟味する権利があります。例えば劇中に散りばめられた謎について推理をし、それを発表して反響を得たりすることもまた楽しいかと思います。いよいよ中盤戦。素敵な夜長を。
南沢村で皆さんをお待ちしていますね。レナと遊んでくれるなら一緒に宝探しに行きたいな。